アンドレスさんがちゃんと見張っていればこんなことにならなかったんです。またどこかで仕事をサボっていたんじゃないですか。俺のせいだっていうのかよ。そもそもあの坊主が街道に出たとは限らないだろうが。あの失礼ですが、この辺りで身なりの良い小さな男の子を見かけませんでしたか。そうですか。どうしましょう。このままではポッチャマが。見たところあなたは旅の剣士でいらっしゃるようですね。もし街道のどこかで小さな男の子を見かけたら、ここまで送っていただけませんか。どうか任せてくれ。ああ、なんて親切な方でしょう。坊ちゃまは街道のどこかで迷ってらっしゃるのではないかと。どうかよろしくお願いします。やっと見つけた。そうなんだ。せっかく父様の後を追いかけようと思ったんだけど、うん、わかった。僕お城に帰るよ。お城は街道を北にまっすぐ行けばあるよ。お兄ちゃん、よろしくね。必ず守る。お城の外は魔物がいて危険ですから出歩かないよう申し上げましたのに。もう本当に心配したのですよ。ごめんね、フラン。僕、父様たちが出かけるのを見て追いかけようと思って。最近全然父様が遊んでくれなくなっちゃったから。
そうだったのですか。坊ちゃま、おかわいそうに。へえ、とりあえずなんとか見つかってよかったぜ。おかげで俺の首もつながったよ。まったくもう。アンドレさんが見張りをサボらなかったら、こんなことにはならなかったのに。ええ、俺が悪かったよ。そんなことより、奥方が待ってるんじゃないか。あ、そうね。奥様からも直接お礼を申し上げたいとのことです。どうぞ、中に入ってお待ちください。奥方様がいらっしゃいました。あなたが息子を探してくれた剣士殿ですね。ありがとう、心よりの感謝を。わあ、炎みたいに真っ赤な髪ね。ねえ、彼のお名前は何て言うの？あ、うん、聞くの忘れちゃった。何それ。私の名はエリザベータ、ここの城主マクガイアの妻です。この子たちはアリーセにクリストフ。あなたの名前も聞かせてもらえますか。僕はアドルと言います。アドル殿とおっしゃるのですか。息子が無事だったのもあなたのおかげです。お礼と言ってはなんですが、どうかこれを受け取ってください。でも私、冒険家なんて見るの初めて。せっかくだから、いろいろとお話を聞いてみたいわ。うん、僕も冒険の話が聞いてみたいな。そうですね。アドル殿、よろしかったらしばらくくつろいでいかれませんか。この子たちもあなたを気に入ったようですし。エリザベート様、何をやっておられるのですか。ごきげんよう、アリーセ様、クリストフ様。チェスター殿。クリストフ様が見つかって本当にようございました。ですが、不審なものを簡単に城内に入れるのは感心しませんね。彼は息子を救ってくれた恩人です。決して不審なものでは。城内の警備については
私がマクガイア様から一任されています。どうかご理解ください。わかりました。貴様、正気か。遺跡であんなことがあったのにおめおめと城に顔を出すとは。マクガイア様に見つかる前にとっとと立ち去るがいい。